連珠争奪砂隠れの攻防。しょぼい任務なんかやってらんねってばよ。こうしてる間にも白金一族が悪さしてるかもしれねえのによ。ナルト君、グッドニュースです。行方不明の念珠が発見されたそうですよ。本当か？それって俺がなくしちまった念珠のことだよな。ナルト君がなくした？いや、知らねえんなら別にいいんだってばよ。もう過ぎたことだしな。とにかくその件で招集がかかってるんです。きっと重要な任務ですよ。早く行きましょう。よっしゃ。ナルト君を連れてきました。ばあちゃん、念珠が見つかったんだって。ああ、砂の忍びが発見して慎重に確保したそうだ。また行方知れずになっちまったらかなわないからね。だからあの時は悪かったってばよ。で、その念珠は今どこにあるんですか？砂隠れの里の近くにある祈願宮という場所だ。そこに念珠を厳重に保管した上で、砂と木の葉の技術班が協力して研究を始めている。研究？何の研究だってばよ。念珠の破壊方法を突き止める研究さ。鹿丸が砂隠れで見つけた古い記録をもとにね。ということは、その研究が完成すれば究極の傀儡は復活できなくなるんだな。その通り。だが白金一族は必ず妨害してくるだろう。現地に念珠があるとなればなおさらだ。奴らに念珠を奪われるわけにはいかない。現地に急行し、砂の警備部隊と協力して念珠の警護に当たれ。了解だってばよ。行こうぜ、ゲジマユ。はい、念珠は必ず守り抜きましょう。Thank you.
んだってばよ。雑魚がゾロゾロ出てきやがって鬱陶しいじゃん。いい加減道を開けやがれ。勘九郎、大丈夫か。てめえら遅いじゃんよ。敵はとっくに攻めてきてんだぜ。まさかこんなに早く攻撃してくるとは。とにかく急ごうぜ。年次のあるとこまで案内してくれってばよ。ああ、ついてきな。
かと思えばこの前の死に損ねたガキどもさ。そこで何をしてるんです。決まってんだろ、念珠をいただくのさ。あんたたちが念珠を守る結界なんか張ったせいでそいつを解除する手間が増えちまったけどね。ふざけんな、念珠は渡さねってばよ。やりますね。僕たちに邪魔されないように別の結界を張ったわけですか。感心してる場合かよ。念珠が奪われちまうぞ。落ち着けよ。見ろ、まずはあれを壊して奴の結界を破るのが先じゃ。しゃあ、すぐにぶっ壊してやるぜ。鬱陶しいね、あと少しだってのに。お前たち時間を稼ぎな。
連中には指一本触れさせません。まあてめえらのガラクタなんぜ、所詮この程度じゃ。うるせえ、黙れ。だいたい禁術に頼ろうって根性が間違ってんだよ。Thank you.
薬物が負けるなんて。で、どうするよ。もう後がないぜ。いい加減降参するってばよ。くっ、あなただ。何やってんだ、捕らえろ。覚えときな。今度あったらやつだけにしてやるからね。出口を固めろ。絶対逃がすな。祈願球の方は造園に任せとけば大丈夫だろうしな。